はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の歴史、社会運動の広がりについてお送りします。で、前回ね、大正デモクラシーについてやって、まあその続きみたいな感じの流れでね、捉えてもらえるとありがたいです。で、今回は全部で12問穴埋めがありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、わかんないのがあれば、今からね、全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ですね、まあ大正デモクラシーの続きなので、まあデモクラシーの話をしていくんですが、その大正デモクラシーがこう高まっていく中で、さまざまな社会運動が広がりを見せました。まあいろんな社会運動が起こっていった。で、まずその一つ目がですね、まあ労働者に関する運動なんだけど、労働者がすごくこの時期増加します。これはなぜかっていうと、あの第一次世界大戦が影響してね、まあ労働者が増えていくんです。で、その労働者が増えたことによって、ほにゃらら葬儀っていうのがたくさん起こるようになります。で、この言葉はね、前も出てきたんですが、これを労働葬儀と言います、ね、で、これがたくさん起こっていって、で、労働者の地位向上、つまり労働者のまあ権利とかをちょっと向上する感じね。で、地位向上を目指してある会が結成されるんです。で、この会の名前が友達に愛で友愛会と言います。労働者の地位向上を目指して結成されたのが友愛会。そしてその友愛会を中間だね、友愛会を中心に1920年日本で最初のあることが開かれました。で、この1920年、これもぜひね、覚えておいてほしいんですが、この開かれたものがメーデーです。メーデーと言います。で、このメーデーはまあみんながね、こう労働者が集まっていろんなものを要求する会みたいな感じなんですけど、この時開かれたね、第1回目のメーデーで、最低賃金制、つまり最低、そのまあなんだろう、今でいう給料だよね、をこの額以上、最低この額以上はくれよという、最低の賃金を設定してくれと、そういう制度と、あと8時間労働制、1日8時間までの労働、それを制度として決めてくれっていうのも要求しました、ここのメーデーでね。で、ちなみに農村ね、まあね、村とかのそっちではほにゃらら葬儀がしきりに起こっていた。これちょっと言葉だけお願いします。農村の方では小作葬儀っていうのがしきりに起こっておりました。まずこれがね、まあ労働者に関する運動ですね。で、次は女性、そしてブラック差別に苦しんでた人々についていきます。で、女性の解放を唱えてきたある人物がいます。すごく有名な、まず名前から言っちゃいましょう。この人は名字が平塚と言います。で、昔の書き方で行くんだったら雷鳥というふうに書いて、平塚雷鳥と言います。だから雷鳥とひらがなで書いてももちろん OK です。これで書いてももちろん OK です。ちょっと教科書に合わせるね、ここはね、平塚雷鳥です。で、この人は1920年にある団体を設立します。で、この設立したとこの名前がちょっと長いんで待ってね、新しいに婦人に教会、これで新婦人教会と言います。これを設立します。で、もともとですね、政党者っていう団体を組んでたんですけど、でそこにいた平塚雷鳥さんだったんだけど、その人が1920年に正式に新婦人協会を作ります。いいかな。で、ちょっと皆さんと起きたね。で、ですね、ブラック差別に苦しんできた人々は、これ1922年にあるものを、こっちはね、また違う団体を結成して、ブラック解放運動っていうのを全国に広げていくんです。
で、このブラック差別、噛むな、ブラック差別だね。で、これは江戸時代の得た否認といって差別されてた人々だね。その人たちがそれをブラック差別っていうんだけど、それをなくしていこうっていう運動をするために1920年に作った団体が、ちょっと待ってね、ちょっとうちの息子の声入ってるかもしれないですけど、気にしないでください。全国水平社と言います。いいね、全国水平社です。で、ブラック解放運動を広げていく。いいね、こんな感じで労働者、女性、ブラック差別、ね、それぞれの社会運動が進んでいきます。で、ちょっと最後ね、話が変わるんですが、1924年、憲政会っていう会の総裁、つまりトップのある人物が首相になります。で、この時に首相になった人が加藤を、ちょっと待ってね、で、高いに明るいで、加藤高明と言います。で、この人が首相になって、その翌年、1925年に、満ホニャララ祭以上のある人物に選挙権を与えるホニャララ法が設立します。ごめん、成立します。間違ったね。で、この時は、年がですね、満25歳以上の、この時まだ日本は男子です。男女じゃないんです、ここ。で、この法を、ちょっと待ってね。普通、選挙法と言います。この年と男子としっかり覚えてください。いいね。で、この普通選挙法と一緒にある法が制定されて、共産主義に対する取り締まりが強くなっていきます。で、この時一緒に制定された法律が治安、よいしょ、ちょっとごめん曲がっちゃったね、治安維持法と言います。この2つが同時に制定される感じ。普通選挙法と治安維持法ね。で、共産主義に対する取り締まりを強めていくと。で、ちなみに、ちょっと同じなんで書いちゃうね。この加藤高明首相がね、待った。この人の内閣、以後、この人がね、首相になってからの以後の8年間、政党のトップが、内閣を組織するっていうことが慣例、そういう状態が続きます。で、この8年間こういう状態が続いた、このことを憲法の憲、政治の政、ちょっと待って、憲政ので、常の道と書いて憲政の常道と言います。ね、この状態、憲政の常道です。で、この8年後にですね、ある人物、まあ言ってしまうと犬養毅っていう首相がですね、暗殺されてしまうんです。で、それを機にこれの状態は終わってしまうんですが、その暗殺事件についてはまた後ほどやっていきます。いいかな？では、今回は社会の歴史、社会運動の広がりについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、まあ、この頃の文化とか、まあ、生活、ね、国民の生活の仕方なんかがちょっといろいろ変わっていったんで、その辺をね、取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。これちょっと声出したね。ありがとうございました。